ただ受動的に見て面白いとかいう映画ではなくて、こっちから取りに行く映画なんですよね。はい、上大です。今日も新作映画のレビューをしていきます。今日は椿の庭です。上田義彦監督という方が、撮ってるんですけども、元々がフォトグラファー、写真家なんですよね。で、映画は初監督ということなんですね。で、この物語自体が、15年ぐらい前になんか書いてたみたいなんですよね。自分が知ってる場所なんだけど、気づいたらその家がなくなってて、そこから、なんか一気に脚本とか書いてっていう、ことでこの映画ができたみたいなんですけど、書いてあったことをそれはずっと温めてて、今回、何かのきっかけだったのかわかんないんですけど、とにかく、映画になったということなんですね。そういったその背景があるので、ノンフィクションとかそういうことじゃなくて、現代的にはそれを、たまにあることなんですけど、店とかもなくなって、そういえばここって何屋さんだったっけとか、そういうのあるんですけど、そこからこういった物語が一つできてるんですよね。で、今回この映画なんですけど、実は僕 1.5 回ぐらいこの映画見てるんですよね。っていうのも1回その映画館行ったんですよ。土曜日の朝に行って、最初全然映像が流れなくて音声だけになってて、で、ちょっといろいろやって、でちゃんと流れたんですよ。流れたんだけど、またなんか1時間ぐらいして映像が出なくなって、なんかそれでちょっと上映中止になっちゃったんですよね。また次の日行って、またもう1回見たっていうのがあって、それで僕はその最初の1時間に関しては2回見てるんですよ。っていうことなんですけど、2回見れてなんか良かったなっていうのがあるんですけど、1回目はですね、やっぱりその写真家が撮った映画っていうことなんで、映像とかやっぱこう切り抜き方とかやっぱすごい良かったんですよ。1回だけ見てたらそういったのがメインのレビューになってたかなと思うんですけど、2回目見た時にこう登場人物のおばあちゃん、主人公がおばあちゃんなんですけど、おばあちゃんずっと怒ってんだなと思いましたね。実はずっと静かに怒ってたんだなっていう、っていうのがあります。ストーリー的には旦那が死んで、そこから四十九日から始まるんですけど、なんていうのかな、財産分与とかそこはどうなってるのか分かんないんですけど、なんかそれがきっかけで、なんか贈与税払わないといけなくて、それがめちゃくちゃな値段で、家を手放さないといけないぐらいの値段になってたみたいなんですね。なんかそれもなんかおかしな話なんですけど、一緒に暮らしてたんだけど、夫が死んでしまって、その財産を妻が受け取るっていうのは普通にあることなんだと思うんですけど、なんかそれにもなんか贈与税がなんかかかるのか知らないんですけど、資産価値に対してのその税金がかかるのかなんかわかんないんですけど、それが手元にはないから、どうしようもないから、この家を売らないといけないっていう、なんかそういったことになってっていう解釈で合ってるのかちょっと僕もわかんないんですけど、そういったことで高台にある庭とかもすごいめちゃくちゃいいお屋敷なんですよね。で、そこに住んでる、おばあちゃんと、ちょっとここややこしいんですけど、娘が2人いて、1人は離れたところで暮らしてるけどたまに会いに来てくれる、のが1人いて、もう1人は駆け落ちして海外に行っちゃってるんですよね。で、そこでなんか事故か何かで亡くなってしまって、で、その娘をそのおばあちゃんが引き取ってて、そのおばあちゃんと孫で2人で暮らしてるっていうような状態なんですよ。で、その孫もあんまりその日本語を得意じゃないっていう状態、なんかこう日本語を少しずつ勉強しながらなんとか日本語を喋れるようになってきてるなっていうぐらい の感覚なんですよ。そういった2人が暮らしてる場所なんですけど、ここに住めなくなるっていうところから始まるんですよね。四十九日が終わって、着替えてるところで、たまに来てくれる娘の方がですね、こっちに来て一緒に暮らさないかっていうふうに言うんだけど、なんかこう深刻っていうか、そこから9ヶ月以内に払わないといけなくて、この家のタイムリミットが9ヶ月ですよということを言うんですけどっていう、そこからこう物語が進んでいくっていう、感じになってて、1回目見た時はその一つ一つのシーンとかの美しさみたいなことを目になるなと思いながら見てたんですけど、2回目見た時ですね、もう、うわ、おばあちゃんずっと怒ってんなと思って、怒鳴り散らすとかそういうことは一切しないんですよ。ただじわじわ怒ってるなっていうのは、そう、2回目改めて見た時に、あ、このおばあちゃんはずっとキレてるんだなっていうのがあって、その全く説明しない、ただその情景、その状況だけをただただ見せられてるっていうような映画なんだけど、それはやっぱりその、写真家なりのそのやっぱ切り取り方っていうのがすごく良かったので、やっぱそっちに引っ張られがちではあるけど、やっぱちゃんとストーリーとしてはちゃんと言ってるんだなっていう、そういったところがやっぱ映画らしい映画だったなと思います。その2個前に僕レビューしたファーザーあるんですけど、ファーザーとすごい近いかなって、ファーザーはその認知症の人がずっと自分の住んでた家っていう、一国一城の主として一人ずっと過ごしてたんだけど、でも認知症になって、子供ももう彼に対してもうどうすることもできなくなって、施設に行くっていう、
まあ、までの話なんですけど、まあ、これもまたその近いといえば近いんですよね。まあ、おばあちゃんが自分の住んでた家、屋敷もすごいあのいい家なんですよね。で、あの庭もまあすごいんですよ。で、それでずっと手入れ、まあ、一人でずっと手入れをしながら景観を保ち続けてきたっていう、そのタイムリミットが来るまでの最後の9ヶ月間をまあずっと追いかけていって、まあ、命とは何かとか生きるとは何かということをまあその伝えていくっていうような映画なんですけど、まあ、その最初の方であの金魚が、その中の一匹の金魚が死ぬっていうところから始まるんですけど、まあ、そこからこの映画が、まあ、こういう話ですよっていう、まあ、その形になってるって、まあ、それはすごくうまかったんですけど、あの何匹かいるんですけど一匹が死にかけててまっすぐ泳げなくなるんですよね、まあ、それであの隣の金魚とかはなんか大丈夫かみたいな感じで寄ってくるんですよ。だけど死んでしまったら、死んでしまった金魚に対してその生きてる金魚には反応を示さないみたいな、まあ、そういった描写があって、で人間はあのおばあちゃんと孫ですねはそれをあのちゃんと救って、あの水を2回かけてあげて、そしてあの椿の花でくるんであの土に埋めてあげて、そして線香をさせてあげるっていう、自然界において生きるっていうのはただ生きていて、そして死んだら死んだで終わりだっていうこと、死んでその土に帰るのか誰かに食われるのかそれはまた別の話で、まあ、死んでしまったらもうそれで終わりっていうのがまあ動物なんですよ。で人間っていうのは、まあ、死んだものに対して最低限の礼儀を払ってあの弔ってやるっていうのがまあ人間でっていう、まあ、そういった描写になってたんですよね。でこの映画の舞台というか、まあ、ほとんどこのお屋敷が 9割以上その屋敷の中だけで物語が進行していくんですけど、まあ、ファーザーの時には感じなかったんですけど、この椿の庭に関しては、まあ、それがなんかこうテラリウムみたいだなって思ったんですよね。テラリウムっていうのはあの、まあ、木とかそういった、まあ、自然の一部を切り取って、まあ、水槽みたいなところにあの入れて鑑賞するのをテラリウムっていうんですけど、ばあちゃんも孫もですよ、あのその半分、まあ、社会の中に一応属してはいるんだけど半分はもうそう自然と、まあ、その自然と社会のちょうど中間ぐらいにいるんだなって思ったんですよね。あのたまに来てくれるあの娘は完全に社会側の人間なんですけど、家を売るためのこうやってくるあの税理士の人とかもいるんですけど、まあ、完全に社会っていう、まあ、別の世界があって、でそのお屋敷っていうそのまあテラリウムというかその箱庭ですよね、その箱庭っていうところにいることによってこう社会にまみれてるだけじゃなくて、その人間本来 その生物としての人間みたいなものをこう描いていたっていうのがすごく強かったなと思うし、まあそのなんていうかな、高齢者っていうのはもういつまでも元気な人っていうのはいるんですけど、その元気な人って何してるかっていうと絶対なんかこうやることがあるんですよね。まあその、まあ、今回は庭の手入れとかそうなんですけど、ずっと自分がやるべきことっていうか役割っていうのを持ってる人って、それをずっとやってる人っていうのはボケないし体もガタが来なかったりとかするんですよ。自分がこうだと思っててそれをやる分にはずっと、その高齢者って結構元気なんだなっていうのは今回見てて思ってて、役所からこう詰められてるようなそのこと、家を売るんだか売らないんだかっていうそういった話っていうのが入ってきて、まあ、それがこうなんかこうずっとストレスとかになって、まあ、おばあちゃん一回倒れたりとかいうのがあるんですけど、でそういうのがなくてこうやることがあるんだったらこう人って意外とずっと元気でいられるんだなっていうのも、まあ、ずっとこう見てて思ったんですよね。まあ、僕のじいちゃんとかもずっとその庭の手入れとかすごいあのよくしてたんですけど、まあ、めちゃくちゃ体とか丈夫だったんですよ。まあ、ファーザーに関してはちょっとあのなんかサラリーマン的な感じがあったというか、会社とかを退職して引退してしまって、まあすごくこう何年かしてしまったらこうアルツハイマーになってしまったっていう、まあ自分の体を使わなくなってしまったがゆえにああなってしまったのかなっていうのはあると思うんですけど、まあこの椿の庭とか見てるとやっぱりこう体を動かして自分がやるべきことあってそれをやりたいと思ってあのやってたらあの意外と高齢者は元気なんだなっていうことはまああのすごく感じたというか、まあそういうことなんですけど、まあファーザーと比べるとしたら、まあファーザーとすごいやっぱ近いからあの比べちゃうんですけど、まあ言葉を選ばずに言うとその引退とかその引き際っていうかその綺麗に死ねない人たちっていうのはやっぱ今現代においてたくさんいるんですけど、まあ、今回の椿の庭に関しては、まあ、理想的な晩年だったのかなって思うんですよ。処方された薬は意図的に飲まずに、それも一つの、まあ、反逆というかバージョンなり その矜持みたいなものが感じられたんですけど、まあ、自分の体が衰えていくのであればそれはもうそのままそれを受け入れて、そしてその家が最後亡くなるその直前にばあちゃんは、まあ、ゆっくりあの死んでいくという、あの、まあ、ばあちゃんが死ぬシーンあのすごい美しすぎてちょっとびっくりしたんですけど、まあ、もう死ぬっていうことがネタバレも何もないと思うんですけど、あんないい死に方はねないなっていう、まあ、描写ですね。あれはすごい良かったです。でまあ、最後なんですけど僕ちょっとよく分かんなかったことがあって、でそのお屋敷を売るってなって、まあ、その土地とか全部売るってなってあの買い手の人が一回来るんですよね。
で家に上がって「あいいですねいいですね」って言うんですよ。で一回帰っていってって、まあ、家をそのままあの誰かが受け継ぐんだろうって思ってたんですけど、なんかラストそうではなかったなって。こうおばあちゃん亡くなってあの孫もあの外に出ることになるんですけど、そしたら家崩されるんですよね。なんかそれがあの結局どういうことだったのかなって僕はちょっとよく分かんなかったんですけど、あの人は家を買うんだろうって思ってて、あそこをなんか住むのか別荘にするのか分かんないですけど、そうするもんだと思ってたんですけど、庭の測量士の人たちもこうなんかもったいねえなってポツンでつぶやくんですけど、あれはなんか土地だけが欲しかったのか、なんかなんかそこがちょっとよく分かんなかったなと思うんですよね。まあでもあの、まあ、おばあちゃんはあの家とあの庭を自分が死ぬまでそこにいたっていうこと、まあそれだけがまあ良かったのかなって思うし、あとその、まあ、おばあちゃんがまあ言ってたその記憶っていうものは物に宿っている、だからあの自分がここを出て行ってしまったら自分がこれまで生きてきたことって全て忘れてしまうんじゃないかって、なくなってしまうんじゃないかって言って、まあ、それは不安に思ってたんですけどね。まあ、それでもこれは全くあの逆の形であのラストいい感じになるんですけど、そのばあちゃんが過ごしてたあのお屋敷からあの家が出る時に持ち出したもの、それがあの逆にそのばあちゃんがそこまで過ごしてたことの記憶っていうものをまあ外に持っていく、でそしてそれをちゃんと受け継ぐ人がいるっていうあのことがなんかすごく良かったなと思いました。その娘にあの指輪だったのかな、あれを渡してあの孫にあのブローチを渡してっていうところもあったし、物に記憶が宿っているっていう、あのそれがあの誰かのものになって、でその人の人生とともにそうやってあの受け継がれていくっていう、まあそういったことなんですけど、まあ、それはすごい良かったなと思います。実際にこの映画の1年間あの通して撮影してて、まあ、この映画の中でその四季っていうものをすごく綺麗にあの写し取ってたなと思うんですけど、まあ、それがまあすごい良かったし、なのでこれはあの、まあ、映画館で見てまあ間違いないなと思います。まあ、昨今いろいろネットで配信の映画とかでよく言われてるんですけど、映画は倍速とかで見てそれは正しいのかみたいな論争あるんですけど、これは倍速で見ても何のこっちゃよくわからん映画だと思うので、これはちゃんと一本の映画として向き合って見るべき映画かなと思います。まあ、一つ一つのシーンがすごくいいんだけど、何がいいのか、あの今そこの映画の中で何が行われているのかっていうこと、でこれはあのこっちがあの鑑賞者側がすごいあの汲み取らないといけない部分があって、ただ受動的にあの見て面白いとかいう映画ではなくて、こっちから取りに行く映画なんですよね。いいシーンたくさんあるので、それをちゃんと掴むためにもあのやっぱそれなりのやっぱ審美眼とかを養わないといけないなっていうのは、まあ、改めて思ったし、まあ、全てのエンターテインメントはだってそうだと思うんですよね。まあ、ということで、まあ、めちゃくちゃいい映画でした。僕の中ではまあ個人的にすごくやっぱ、まあ、いい映画だったなと思うし、まあ、これは見といて損はない映画だなと思います。こんな感じで今日は終わろうかなと思います。こんな感じで新作映画を見たらですね、すぐにレビュー動画を出すのでチャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。ということで終わります。